皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日は、なぜ苦しい人の人生が変わるのか、弱みを見せるという最強の戦略ということについて話します。弱みを見せるという、これ最強なんですね、の戦略について話します。自分のこう劣等感に縛られて、積極的な行動ができないとか、その弱みにこう囚われすぎて生きるのが辛い、まあそういうふうに弱みをね、なんとかこう強みに変えたいと思ってらっしゃる方は多いと思います。で、まあこれらの悩みを解決するヒントになる動画です。で、この動画の前半では、自分の弱みを知るということはどういうことかについて話します。で、後半ではその弱みを知った上での、次なる戦略ということを解説します。で、これは延べ2万人ほどのクライアントの話を聞いてきた臨床心理士としての私のその現在地点の意見と思って聞いてください。で、この動画を見るメリットとしては、結論として、自分の弱みは最強であるということが、理解できると思います。つまり、弱みはこう人生にね、新しい視点をもたらしてくれるものということが理解できると思います。で、次の3つのことをこの動画では解説します。1つは自分の弱みを知るということ。2つは、強みに変えるわけではない。ということ。3つ目は、ブラックコメディ化を目指すという、この3つです。早速入っていきます。まず、自分の弱みを知るということについて、先日次のようなツイートしています。自分の強みを知るというのは、自己肯定感アップのために必要と言われます。マーケティングでも言われることです。でも本当は自分の弱みを知っていることが最強です。自分の弱みを知っていることが最強です。そしてその弱みを見せられることですね。かっこ悪い自分をさらけ出す。これが自分を知るということです。劣等感を乗り越えます。そういうツイートです。なぜその自分の弱みを知るのがいいのかというと、それ以上ね、その下にこう下がることができないからなんですね。で、それ以下の自分はいないからなんです。要は自分の一番下のルーツがね、こう弱みなんですよね。例えば具体例で言うと、私はどもりなんです。生まれてから、ずっと幼少期から物心ついた頃からのどもりなんですね。で、このことは私の半生において弱みであり続けました。で、どもりだから消極的にもなったりしました。で、このどもりはね、自分にとってはアイデンティティだったんですね。で、そこからね、逃れられないわけですね。アイデンティティだから。でも40代も終わろうとする頃、このアイデンティティがね、揺らぐんですね。アイデンティティ全体揺らぐんです。中年期はね、アイデンティティの再構築の時期とも言われますけれども、このどもりというアイデンティティにもこう再構築の光が当たったわけですね。で、どうしてね、ここがね、焦点化したかというのは、複数の要因があるんですけれども、こうざっと振り返ると、まずね、どもりだから話さなくていい、ということですね。これは何かというと、人の話をじっくり聞けるっていうことなんです。私、カウンセラーだから、人の話をじっくり聞けるわけですね。で、または、そのね、どもりをね、笑う人というのは、精神年齢が低いことが分かったということですね。だいたい子供ね、笑うんですよ。小学生とか。わーみたいなね。で、みんな小学生
大人で笑ってたら、まあ、多分小学生だということが、まあ、分かったんですね。で、まあ、これはそのカウンセリングを続けることで、その相談者の方の、まあ、精神年齢をこう査定していかないといけないので、まあ、それによる、まあ、副産物ということですね。で、あとは、どもりにね、こう、ああどもるかなと思う時に、こう自分の気持ち焦っているなというフィードバックがかかるようになったんですね。まあ、これ自分なり一人フィードバックというふうに呼んでますけれども、まあ、こうやってこうカウンセリングをやることによってね、こうどもりというのはカウンセラー系のスキルと言えるのではないかというのは、まあ、ちょっとね言い過ぎなんですけれども、まあ、その弱みがその私の人生にね新しい視点をもたらしてくれたという実例をご紹介します。しました。で、まあ、とはいうもののですね、この弱みはね、痛いほど分かってるんだけど、その先に行けない、まあ、その劣等感の払拭にはならないという意見もね、まあ、確かにあるんですね。で、まあ、そういう人に何を言いたいかというと、まあ、慌てないでゆっくり行きましょうということと、じゃあね、いつねその劣等感乗り越えられるのかというのは、こういうツイートもしています。最強の生き方について、まあ、昨日からツイートしていますが、これは60代くらいになって人生を閉じるときにこうなっていればいいくらいでやってください。まあ60代がね人生閉じるかっていうと、まあそんなことはないんですけれど、まあ私自身のね実感として、まあ60代ぐらいかなみたいなね、つまりまあ10歳前からこの私のどもり、もっと前ですよね、始まってるのは、まあ40年50年はかかっているということになります。でまあ要はね、この原理知らなかったこともあるんですけれども、まあ、50歳の頃ようやく分かった。それがまあ40年、50年かかっているということですね。この原理ね、知らなかったんですよ。まあ、徐々に強化されていくっていうね。で、そうですね、まあ、日々のね、こう自然の移り変わりに目を向けて、生活していくと確実にねそこに近づいていきますので、まあ慌てずにゆっくりやっていきましょう。いくつものね、こう峠はね越えていかないといけないと思うんですよ。一個越えたら終わりではないけれども、何個か越えると。なんかこう世界がね変わっていくと思います。まあ経験談ですね。で2つ目なんですけれども、強みに変えるわけではないということです。これもツイートを紹介しますけれども、自分の弱みを知るというのは弱みを強みに変えるのとは違います。それだったら結局のところ強みベストになり、従来の考え方とまあちっとも変わっていません。弱みを知り尽くすこと、そこにしかおそらく余裕は生まれません。で余裕が出れば弱く生きられますよ、食物連鎖のサイクルから外れますよというツイートをしています。でなぜね強みに変えることではないのかというと、その理由は、まあ、これはねリフレーミングという言葉遊びではないということなんですね。で、まあねこう強みをね思考してしまうというのは、これ弱肉強食の食物連鎖サイクルの中にこう封じ込められている感じですね。そこから抜け出していない感じです。で要はねこのね勝負の世界にね身を投じている感じ、勝負の世界にね。
で、まあ、これをやってると依存症という世界からね、抜け出せないんですね。なぜならば依存症というのは強い弱いという、こう比較競争社会の落とし子だからなんですね。まあ、これは依存症の動画記事を書いてますので、それをご覧になってください。関連記事もちょっと貼っておきますね。で、あなたがその強みをこう卒業できた時、あなたはあなた自身になれると思います。そして弱くね、生きることができると思います。これもね、私の例になるんですけれども、私自身こうどもりをね、味方につけたという感じはしないんですね。まあ、これカウンセリングで使えるかな、このスキルみたいな、まあ、その程度ですね。で、まあ、強みにはなってないんだけど、利用できるな、使えるな、という地点にはまあ立てたわけです。まあ、これによってこう余裕ができたわけですね。その話すということね、どもりながら話すということに余裕ができたということです。で、まあ確かにね、こう職業面接とかね、就活とかでは短所を長所にね、言い換える、このリフレーミングのテクニックみたいなのがね、指導されるんですよ。私はこういう短所を持ってますけれども、これはこういうところに使っていけますよみたいな、これリフレーミングですね。で、これはね、まあ、テクニックとして、まあ、使用するのもありなんだと思うんですが、まあ、これ人生スキルにはね、ならないんだと思うんですね。で、人生スキルまでこう高めるには、時間をかけて自分の弱みをよく観察していくことが大切です。で、これでまあ10分ちょっと過ぎたんですが、ちょっと休憩いきます。今日の変顔に行ってみますね。顔ヨガ、今日の変顔ですね。顔を使ったマインドフルネス。皆さんもご一緒にどうぞ。今日の変顔スタート。変顔もね、これね、弱みをね、強みに変えているのところはあるかもしれないですね。この変な顔という弱みを強みに変えているということもあるかもしれないですね。で、もう一個、紹介しますと、まあ、私が使っているもので、このポケット Wi-Fi があるんですけれど、これ、それや心理で使ってますので、もし面接に来られた方で、Wi-Fi 環境を使いたい人は言っていただければ、これ使っていただいて結構ですので、これ結構ね、いいんですよね。3日間で 10GB という縛りあるんですけれど、私めったにそんなとこまで行かないので、3日で3ギガぐらいなんで、結構重宝してます、ポケット Wi-Fi。で、ここから早速後半に移りますね。これで完結、そしてブラックコメディを目指すということです。弱みはどのように完成するのか、そのツイートを、ちょっと紹介しますね。自分の人生がどんなに悲惨なストーリーであっても、それがコメディ化すれば、そこから人生は変化します。さらに言えば、ブラックコメディ化すれば、ブラックコメディ化すれば、もう最強です。もう最強です。これから、これは急に変化するのではなく、長い苦しい時間の風雪を耐えた結果、臨界点を越えて地平が開ける感じです。動画でも解説します。ブラックコメディ化すればもう最強ですということですね。弱みを見せるっていうのがこの最強なのとしたら、これね、ブラックコメディ化するわけですね。苦しさからの脱却というのは、その一つにはね、自分の物語が書き換わるということが必要なんです。これは精神科医の斉藤悟先生も著書の中で言っていることですね。
この悲惨なストーリーが冒険譚に書き換わることと、まあ、これは参考文献に貼っておきますので、興味ある人は読んでみてください。で、この変換がね、悲惨なストーリーから冒険譚に変わる、この変換が回復には必要なんですよ。で、このツイートで言っているブラックコメディ化というのは、この斉藤先生のおっしゃる冒険譚というのと同じことだと思います。具体例で言うと、まあ私の例ですけれども、まあドモリ、今日はねずっと具体例で言ってますけれど、まあドモリで死にたいという経験は、まあドモリの方はねいっぱい経験してるんだと思うんですね。で、こうなんかね、全校生徒の前でクスクス笑われたり、それはねもう穴に閉じこもりたいような体験をねされてる人は多いと思います。で、まあそのようなね悲惨とも言える体験が積み重なってるわけですね。で、この体験はね、どうしたってね良い体験に変換するわけがないんですよ。で、そんな中ね、こう生き残っていくためには、まあ、それをねブラックコメディ化していく、笑い飛ばせるようになっていく、これはまあ一つの方法だと思います。例えばね、こう好きな人にねこう付き合ってくださいって言うじゃないですか。まあ、その時にねこう月ってこうね、次のあが出ないんですよ。月あってのあが出ない。このあっていうのはね、どもりの人ね母音がね発音しづらいんですよ。で、あってねかなりね難易度の高い言葉なんですね。あとかかとかさとかで、そんな時ねこうね月で月が綺麗ですねみたいなね、そんな風になっちゃうんですよ。付き合ってください、言えないから、月が綺麗ですねみたいなね、笑うしかないでしょこれ。でもこれね、落語のね枕にもなっちゃう、あの山の穴っていう、誰でしたっけ、忘れましたけどね、三遊亭なんとか、月のあなたの空遠くっていうね、ドイツの詩人ですね、誰でしたっけ、有名な詩人なんですが、それを落語の枕にしている、まあ、それと一緒なんですよ。月が綺麗ですねみたいなね、がっくりだけど笑うんですね、すごいわーってみんなね。まあ、そういうこうブラックコメディ化するには、こういくつものね臨界点を越えていかないといけないんだけれども、それによってねあなたにねコアのファンができると思いますよ。お後がよろしいようで。で、まあここから今日のまとめをちょっとしておきますと、自分の弱みを知るということは、そのかっこ悪い自分をさらけ出すということで、これが劣等感を乗り越える、まあ、最強のスキルです。でもそれ以下の自分はないくらいのルーツに戻っていくことが必要だということですね。この最強の生き方をマスターするには、まあ、時間がかかるから慌てないでやりましょう。で、まあ、自分の弱みを知るということは強みに変えるということではないということですね。まずはその食物連鎖、弱肉強食の思考から抜け出すことが必要です。だから自己啓発的な思考から抜けていくのが、まあ、必要だということなんでしょうかね。自己啓発は基本的には食物連鎖の世界だと思ってますから、結果を求めますからね。あれ食物連鎖なんですよ、結果はね。で、まあ仕上げはお母さんじゃなくてブラックコメディ化なんですね。あのちっちゃい子の歯磨きの仕上げはお母さんじゃなくて、仕上げはブラックコメディなんですね。で、まあこれ歌いながらね、まあこういう笑い重要です。まあ、自分を笑いの素材にしていくことですね。人気者になる必要はありません。少数のあなたのファンがいればね十分ですよね。自分の弱みを知って、
あなたの人生が、その弱みを最大化できますように祈っています。それや心理カウンセリングセンターの高間でした。